皆さん、こんにちは、こんばんは、武田総龍です。今日も一緒に美しい文字を書いていきましょう。今日は畑がテーマですね。やはりね、この四角い文字系、この田んぼの田の書き方って非常に重要なんですよ。田だけじゃなくて口とか火とか、だいたいね、難しい漢字っていうのはこの四角い系の字が含まれている漢字なんですよね。ぜひね、次からの動画を見てコツを理解してみましょうね。さあ、今日は畑を解説していきましょう。まずはダメなパターンですね。こちらです。でもね、畑はやっぱ皮変でちょっとだいぶ変わってくるかな。これ見てください。火の1画目と2画目の点のど真ん中通ってしまうと、辺と作りの間が広がってしまって、ちょっとね、横長になってしまうんですよね。これ見てください。点々同士が狭いっていうのもあるんですが、やや右にこの真ん中の線寄ってますよね。こうすることで辺と作りの間が狭くなってくれてスマートになります。全然違うでしょ。さあ、2つ目、このね、田んぼの田が大きくなりすぎると、まあちょっとかっこ悪いかな。基本的にはこの四角い字、まあ田とか火とか目とか、こういう字はね、小さくすることをおすすめします。結構ちっちゃいですよね。火の半分ぐらいの大きさ、このぐらいのバランスが美しいかな。やや火よりは下目かな。さあ、3つ目に、これ結構頭短くしてしまうタイプの方多いかな。この点々に対してほんのちょっとしか出ない人、基本的に火はね、この点の位置は左払いの真ん中ぐらい通ると一番綺麗なんですよね。まあ、この辺りを踏まえながら点字で解説していきます。さあ、今日も二場所同会の字じゃなくてマス目用紙を使って解説していきます。まずね、この点々が違うんですよ。皆さんの感覚よりめちゃくちゃ真ん中寄ってますよね。この時点で皆さん違和感感じると思う。しかも真ん中に左払い通ってるはずなのに、こんなに狭い、意地悪ですね。真ん中に線が通るはずなのに、この狭い間をこの左払い右通るんですよね。で、口角、結構ね、点の位置って真ん中目ですよね。この左払いの、まあ、これ結構重要なんですね。で、点はこう書くんですが、この時にはこの点とこの点が右のラインに揃わせます。まあ、左は揃えなくていいんですね。さあ、田んぼの田、まあ、だいぶ低い位置から内側にギュッと入れましょう。このくびれが重要です。で、この田の1画目と2画目の間開けておきます。これがね、大人の余裕の余白なんですよ。で、ここから内側にギュッと入れます。そしてね、この縦線見てください。短めですよね。まあ、これね、結構重要なんだけど、この3本の中で真ん中だけ背が低いでしょ。短足でしょ。こうすることで2つの横線が上に上がって、この下が飛び出るのがね、かなりのポイントになってきます。さあ、赤い線が邪魔なんで、もう1回ね、赤線がない状態で、畑を描いていきましょう。点は結構下目ですよね。で、頭長くして右通って丸く左に払います。で、点は右のラインに揃える。内側に入れてください。ここ開けて内側にギュッと入れる。で、短めで横線上に上げて下を出す。綺麗ですよね。さあ、ここに行書を書いていきましょう。行書もね、基本一緒です。ここつなげたりすると行書っぽくなりますね。狭いです。で、こう左に払うところまで一緒なんですが、楷書と行書の違いはこの曲がり角にありますね。ここです。こう丸くするだけで行書っぽくなりますね。さあ、ここは覚えておきましょう。左にちょっとつながって、ここで丸くなって、右はちょっとしか出ない。で、まっすぐつながってちょんと出す。これちょっとね、大事なんで、もう一回やりましょう。縦書いて、左まっすぐ、ここ丸い、右ちょっとしか出さない、こうまっすぐ、ま、これここだけ丸いですね。これはちょっと覚えるしかないですね。はい、覚えておきましょう。続いて筆ペンです。さあ、筆ペンで書いていきましょう。この点がまずちっちゃいし、まっすぐなんですよね。そして、やや背が高くて左に払う、この形がまずはね、筆ペンの方が分かりやすいですよね。頭は長く突き出ます。さあ、ここでポイント。しっかり打ち込んでいいんだけど、ここね、細く通ってあげましょう。で、この辺で一旦膨らんで払うみたいな。この左払いは中ほどが細いんですよね。さあ、この点画小さく書いて右揃えましょう。で、内側に入れる。あんまりね、ここね、縦線が多いんで太くできないです。細い、まあ、太いんだけどそんな太くないみたいな。で、真ん中の縦線が一番太くなる方がかっこよくなりやすい。
ですね。で横線は細いで上に詰めるんでしたね、うん、こうすると畑はかっこよくなります。結構この腕の入りの部分ね少し出してあげるとかっこいいかな。さあ行書書いていきましょう。楷書で存在する線は太く書いて、つながっている線は細く書く。これが基本です。例えばこれをつながったとしても細くし、で楷書で存在する線は太くしましょう。でもこの中で太い細いをつけます、うん、でこれ内側に入れて、ここつながっている線を細く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 、でここ太めですね。でここを丸くするのが行書、うん、なんかひらがなの通書くみたいな感じですね。でここちょっとちっちゃいんでね難しいですが、これちょっとね大きく書きましょう。こう書いてます。縦太く羽みたいにここ細くして、ここで初めて筆がくるっとひっくり返る。今見ました、皆さんひっくり返ったの。もう一回、これはちょっと難しいんだよね。細くしてここで筆がパターンってこっちに返る。今ちょっと分かりやすく書きました。ちょっと手で表現しますね。こんな感じ、こう書いてこう持ってきてこっちに倒して返った状態で丸書くんですよ。で戻してこうする、うん、これね後ほど大筆で書くので、まあ、そこでお分かりいただけるかなと思います。さあ続いて大筆ですね。さあ大筆で楷書を書いていきましょう、うん、今日は火ですね。天角の1個目はまっすぐちっちゃい、背高く左に払う、頭は大きく細い太い、うん、で点は右揃える、あまり太くない縦線を内側に入れる。ここね角っぽいとかっこよくなりますよね。で横線は細い、でここ内側にギュッと入れるんだけどそこまで太くはない。ここもやっぱりちょっと丸くはしたくない。さあ縦線太めでいいですね、うん、横線は細めで細く下出てますよね、まあ、こうするとねちょっとイケメンな畑になります。続いて行書ですね。さあ行書を書いていきましょう。太い細い太い、つながったとしてもつながる線は細い、楷書で存在する線は太いですね。太い細い太い細い太い、まあちょっと忙しいですけどね覚えておきましょう。さあここ太い羽みたいに書いて、ここで筆が返る、返ってここで戻る。あ、これが皆さん行書です。ここまでが美文字ですね。ここからはお遊びタイムです。さあちょっと畑感を出していきましょうかね。なんか畑ってちょっとイメージで言うとなんかなんだろうな、農作物なんで少しのぶとくて線揺らしてなんか野菜感出すというかな、うん、ちょっと太い細いとか使うと立体的になるかな、うん、さあここで魔法のふりかけ作ってみましょう。これやりたくない？皆さんお洋服汚さないようにね。うん、いい農作物が取れそうですね。さあ続いて、さあ2本の筆でやってみよう。ういお、なんか焼き旗みたいになってる。はい、まあ、こんな感じでね遊んでみてもいいんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じで皆さん筆遊びもねぜひ楽しんでみてくださいね。今日は以上です。ありがとうございます。さあいかがだったでしょうか。畑、まあ、畑はね田んぼの田以外に火の書き方もかなりのコツになりますよね。結構ね頭の突き出方ってすごい重要かなこれ、うん、なんかね点の位置って皆さん大体上に上げたくなるんだけど、上に上げれば上げるほど、まあ、頭って短く見えてあんまりかっこよくなくなるんですよね。まあ、ぜひねこの動画を見てお手元にペン字筆ペンがあったら書いて試してみてください。結構ね私書くの面白いと思いますよ、うん、なんかねペン習字とか、まあ、お習字そして大筆とかって子供の時のイメージが強いじゃないですか。違いますよ皆さん、大人だからこそ書くことって面白いんですよ。私こんなにこのチャンネルとかでも美文字を毎日解説してるし、200人の生徒さんに毎日書道を教えています。オンラインでもこのリアルの教室でもですね、それでもね美しい文字を考えるっていうのはね飽きないんですよこれが、うん、不思議、本当に飽きない。もうずっと14年間ここで教室やってるのにワクワクするもん、うん、美しい字を見たり個性的な字を見たりするのも楽しい、アート的な字を見るのも楽しいです。ぜひね皆さんお手元のペン字筆ペン、そしてあればねお習字セットで書道をやってみてください。
このチャンネルでは大筆、筆ペン、点字、そして、楷書、行書、アート、すべてのシーンで使える漢字を、すべて2000字ですね、常用漢字2000字を解説していくのが目標です。だいたい6年とか7年かかるかな。まだね、このチャンネル始めて3ヶ月なんですけど、ぜひね、応援していただけるととっても嬉しいです。チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押していただけると嬉しいです。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。バイバイ。